よし。チョリス。上り速度は、よし。安定した。速が。あと今ここももう一遍チェックしておきましょうか。サーバー復活したかもしれない。あー、ガリガリ君欲しいですね。ここから、よく考えたらあと2時間ちょいしかないんですよね。30キロぐらい残ってて。今ここを消して、で起動して、いらっしゃいませ。2、1、0。ああダメだ、サーバーまだダメみたいです。充電は今日しないです。ここは青森県の下北半島の右上あたりです。 iPhone 5にまだしない。うふ、30キロ。せめてあの峠の頂上に日が暮れるより少し前に着きたいんですよ。峠の下りが真っ暗だとまずいな。上りはまだ良くても下り真っ暗だと結構支障がある。いいな、なんか食材あれば買いたいんですけどね。でも外食で済ますかもしれない。今日の昼の豚丼美味しかった。歩道は草が。これは Wi-Fi というかフォーマの電波を使って、でルーターがあのモバイルルーター、いわゆるポータブル Wi-Fi っていうやつを介して iPhone とかパソコンが通信してます。ん？あ、豚丼。難しいな。普通のお茶碗よりは一回り大きな丼にご飯がたっぷりと豚肉山盛りになってましたね。はみ出してました。まあただあのでっかい丼じゃないんで少々多いぐらいかな。並盛りだったし。プロバイダー契約してます。あのモペラは月500円分ぐらいかな。あ、豚丼は帯広の方の、そうですね。多分それとは全然違うもんだと思います。味噌漬けの。iPhone は、電話はソフトバンクの電波使って、あの、データ通信は、800、どうやって、過去6っていうツールを使った方がいいですよ、それは。過去6っていうツールを使えば、あの、タイムシフトを、見られる権利があればそれを FLV ファイルとして保存できる。ん？何を何で分けたの？はあ、私は帯広のはうまかったです。なんかタレが独特な感じでうまかったですね。左行ったら小田の沢だけど、3万また茨城次過去6、ローマ字で過去6です。ちょっと分かんないです。東電建設現場は向こうにあるらしい。寝ループどうなんでしょうね。住所、虫とろろん？住所。私のファイルをダウンロードしても大丈夫なはず。で、それをなんか販売できるクオリティにまでできる人がいるんだったら、私にもちょっと分け前くださいよ。
でもこの辺り森林って言っても全部杉畑なんですよね。杉畑じゃない、杉林。はあ、過去6、そうですか。私は全然、一遍も失敗したことないと思います。3G で。生6。リアルタイムの方ですね。プロバイダー。まあ大体プロバイダーは契約セットになると思いますよ、契約の時に。プロバイダーはどうしますかっていうことで。ただあまり詳しいことは私もよくわかってないです。契約するときに人から聞いて、こことこことこれをこうすればいいというところだけ聞いて、途中考えることなしに、最終的ないい結論だけ聞いて契約してるんで、どこがいい、難しいです。どこで使うかにもよるので。iPhone、ソフバンです。ソフバン、あまりこ使うと確かにそうなりますね。あれでファイルがでかすぎるんですよ。私は最初あまりこでやってたんですけど、もう途中から過去6に変えました。どれに決めた理由を、プロバイダーとかの話だったら、田舎2時間ぐらいに、みたいな。容量変えれてもそれでもでかいんです。例えば今私はこれ、今この声を GoPro の映像用に別に録画してる、録音してるんですけど、アマレコ使って、それが一番狭い領域を秒間1フレームで録画しても、数時間で1、2ギガぐらいまでファイルが膨れ上がりますね。総集編。進まねえ。10分、そこぐらいになりますね。あとはそれ、ニコの、ニワンゴの方との絡みがどうかですね。なんか汚れてるみたいなんですけど、こすっても取れないですね。中が汚れてるのかな。いっぺんまた水没してますからね。収まるの、かなり小さいです。皆さんが今これストリーム受けてる時のデータ量と同じくらいのはず。過去の振り返りは再開する予定はないです。もうできるだけ叩かれるネタは減らしときたいので、叩かれたらそれを参考にそれを削っていきます。そう、叩かれます。なんか堂々と妨害しに来た人もいましたからね。そうそう、叩かれたら。自転車車載か。車載そのものを叩こうにも叩けないじゃないですか。どこが悪いって言わないと。その悪いって言われたところを、悪いって言われたところを削っていく感じですかね。あとは変えていくか。今これダメですよね。スピードも。まあでも、嫌なら見るなっていうのもちょっとあれなんですけどね。なので、まあそういう意見を参考にさせてもらってます、こっそりと。ある程度はいるっていうのはそうなんですけどね。今ここしてるみたいです。そう、なんか、建物、オッケー。不動産、そうなんですかね。叩くことに、そうそう。その話題でランクが上がってる。スタコメ、いや、確かタグこれオフにしてたはず。タグ機能、なんかあったんですか。いや、昔の振り返り放送はまたやらないのかっていうのに対して、叩かれるネタは減らしとくっていう話をしたらこうなっちゃって。
なんかそうか、休みの日だからな。私がツイッターでこまめに現在地をツイートすりゃいいんですけどね。私はツイッターの方あまり暇、こまめにやらないな。マナー。パソコンネタ。私にとってはそれは、私にとってそれは、なんていうのかな。パソコンネタは私が食いつくだけで。バカじゃねえの先輩は1年以上来てないんじゃないかな。何をする？電波、あれ今良くないですか？あ、もうすぐで。あ、プツプツ。もうすぐ峠道に入るんで、この枠で一旦は終わって、あとはもう夜配信かな。峠道は確か途中電波なかったはず。なので、この枠も最後の方を切れたままになるかもしれませんけど、この枠で一旦終わります。で、あとは、ツイッターで、横浜温泉入りましたとか夕飯はどうするかな。いや、下込めできないはずです、今確か。前なんか水色コメの人が、ずっと下込めで水色コメで打ってた時があって、確かその時それ対策でタグオフにしたんですよね。本線がいっぱい見ないですね。暑い時期にやらないとお決まりのセリフが言えないのに。ああ、そうですね。自転車祭の、FML だから余計に悪いんだな。いい話の いい話だったっけ？電波、あれはどういう、東京確か電波ないです。なんかハンダコテ臭い。なんかハンダ臭い。コマ出没注意。よっ。一体どうなんでしょうね。あ、16時前に登り始めれば、まあ、いけるな、十分。十分日が暮れるまでに下りを得られる。あとは向こうに越えたとこで、ああ、スラッシュ入れてるのはって声言ってないかな。スラッシュは私に聞こえないようにしてあるコメントですね。更新、電波悪いみたいですね。あれはなんだ？原子力発電所 PR 館。ああ、なんか原子力ってだけでは叩かれてそうだな。東通り。東北電力と東京電力か。バッテリー、そうですね。そうする予定です。ていうか、そもそもこれでなんか、この PR 館を運営してるお金だけでもなんか言われそうだしな、今。食事配信。食事はちょっと自炊するか、外食かわからないんで。そこそここかな。ここから峠道かな。
うん、こっからだ。どんな飯が美味しいか。ナイキはもうなかったですけどね、あの時。でも爆薬の量とかが問題だったみたいですね。弾薬の量かな。一応なんかその辺に詳しい人にからのツイートで、この辺りの情報はまずいかもしれないって言われて。で、動画で削りましたよ、YouTube に上げるときに。じゃあまずは通常配信してみるかな。今日は道の駅を目指して行って、そこで野宿するつもりです。今晩雨降らなきゃいいけど。FMLE 停止、停止して、通常配信。カラフル。うわ、上りが、少し出始めた。今声がいってるぐらいですよね。なんかスラッシュコメがいっぱい流れてるのが見える。 まあいいや、見ないでおこう。とりあえず声だけぐらいはいってるかな。通常発信にしました。そう、今これから峠道です。ハンダコテ臭いっていつの話。 スラッシュコメがちらっと見えました。よっと。声大丈夫ですかね。今なんかセメント工場、コンクリート工場の横で、これから登ります。なんだこっちから。うわ、すごい楽ですね。これから250メートルの峠です。ここは冷水峠っていう、冷水じゃなくて冷水って確か誰か言ってなかったかな。が、バイさんまで、そうですか。鳥より、今晩の宿は道の駅の軒先。映像来てますか、それでも。お日の豚丼うまかったです。あれ自体が味噌漬けになってたんで、豚肉自体が。味がしっかりしててうまかったです。いらっしゃい。あとはきゅうりも良かったですね。この峠は勾配そんなにきつくなかったから、その分少し長いはず。で、これは途中電波なかったです。フォーマのエリア地図で見ると。写真撮ってないな、また。なんでこんな写真撮らなくなったのかな、最近。気温25.5度。まあそんな暑くないな。電波止まったっぽい。まだ10分以上あったはずだから、だいぶ長い間真っ暗で待たせることになるな。そうだ、 GoPro もちゃんと録画できてるよな。まだ勾配緩いな。
んか甘い匂いがするな。もしかしたら読み上げが死んでるだけの可能性もあるかな。ではないな。電波強度はジャックでもつながってるからいけるかな。ほうそう停止します。ちょっとしばらくこれでまで待ってみませんか。とりあえずつけっぱなしとこう。待て、でもコメントが取れてないだけっていう状態もあったな。まあこれ見えていたら、あ、切れた。大平滝浄水場。
150メートルぐらいで一応 PC 撤収するか。いや、もう時間経ったかな。放送時間は また2分あるか。一旦ツールを落として、テンポは少し来てるな。少し勾配が上がってきた。まさかカーブの矢印が消えてる。やっと標高100メートルか。持ち枝だ。
虫が、虫が。コバエみたいなのがまとわりつく。さて、そろそろ放送時間終わったかな。かどうかもわからないな。まあいいや、じゃあここで PC 止めて、じゃあマイクつなぎ替えます。16時だから、旅行も、ゴールデンラッシュで行けるかな。GoPro のバッテリーはよし、フル。涼しい。よし。あ、でもこれから2時間以内じゃつかないかな。一応充電はするか。バッテリーもないや。そして、電波切れたままで、終了して、すみます。あとは道の。の駅に着いてから放送すると思います。
届くかな。文字列ツイート。ああ、行かないかな。ちょっとしばらく放っとこう。よし。虫がついてきてる。オーバー緩いな。140。ここ登りやすいな。勾配がそんなにきつくなくて。これで昨日の恐山のから脱出する時の 11%12% だったらまたすごい大汗かくとこだった。
152、あと100。ああ、コバみたいなやつが2匹まとわりついてる。ずっとメガネの周り飛んでます。3匹になった。待てよ、メガネの周り来てるってことは GoPro もでもないな。あと GoPro の上半分汚れてる。ああでもゴールも来てるな。上の方汚れてますね。なんか触ってしまったな。これ塗り広げることになるから触れない。まあ空白いからいいや。よいしょ。そうだ、新しい方のタオルは確かまだ濡らしてなかったからそっちで拭けるかな。いいよと、ちょっと試し、よいしょ。映像の上でどんだけ差ができたかわかんないですけど、やっと一応汚れは取れたように見えます。よいしょ。4時半か。
ああ、風がちょっと来て、涼しい。結構雲が出てきてるな。お、新しい。妙に路面が新しい。また来た。八戸ナンバー。もへ。私はヘルメットでバイザーがあるから眩しくないけど、 GoPro 映像の方は白く飛んじゃってるって、周り真っ黒なんですよね。本当に西日が真正面から当たると、あの夕方でバイザーが効かない場合は人間の方も、あの暗がりが見えなくて結構怖いです。もうすぐ峠。
あれ、まだここじゃないか。ほんのちょっと曲がってるあの辺りか。16時半か、いい時間だな。あと1時間半で、残り何キロかな。珍しいの、あんなとこに、電光掲示板。また残しおって。何に対して。反対側見りゃ分かるか。ようこそ東道村へ。なるほど、珍しいのこんな災害表示と兼ねてる健康じゃ電光表示板なんですかね。よし、これでまとわりつく虫ともおさらば。むつしに再び入ります。おう、びっくりした。お、山かがしの方かな、これは。じっとしてる。引かれるなよ。わ、テンだ。今のシルエットテンだ。そこの中に入ったけど、ああ向こうに出た。今の形とあの尻尾テンダー見たの2回目。ちょっと時刻を記録するために意味のない写真撮って。ああ近くで見たかったな。前白尾峠ってとこで見たテンはむちゃくちゃ油断してて、こっちが2、3メートルまで近づくまで気がつかなくて、突然振り向いてビクッとして逃げていきました。こんなとこに天がいるのか。あとはカモスカだな、カモスカ。
お、海だ。見えないな、海として。おっと、なんか今聞こえたような鳴き声みたいなのが。
下北交通ローカルバスかな。よし、やっと降りてきた。今ちょっと降りてる時にこの風切り音が耳でうるさくて、なんかそうでかい音ばっかり聞いてると、風切り音聞いてるとなんか周りで他の音が混じってるような気がしてならない。私はなんかサイレンの音が聞こえたような気がしたり、動物の鳴き声が聞こえたような気がしたりしてました。ちょっと怖いな、この舗装、この縦筋舗装は。このツイートはどうのかな。入ってないね。塩ができてる、塩ができてる、うわ汗かいてるな。そうだ、現在ツイートしとかないとって間に合うか。よし、間に合った。よいしょ、うん、横浜まで、おお、13キロ。なんだ、18時前に着きそうだな、これじゃ。これなら、青森は引き算すると70キロか。あ、犬が。青森70キロか、どうするかな明ヘルメット標語かな。
なんか登りがあるな。29度？そんなないだろう。全然登ってないのになんで？平地で譲り合い車線とかあるのか。初めて見た。あれ、そういやこれって線路沿いじゃなかったっけ？鉄道らしい感じが、駅らしい表示がどこにもない。あ、譲り合い車線終わった。あれ、ゴミ箱あるかな。ちょっと最後の自販機休憩。自販機今日何本目だっけ。3本目か4本目か。ジム。
5時10キロ切ったー。横浜まで10キロ切った。入った。横浜市じゃないや。横浜町、横浜ま、タウン、横浜町、横浜町。と。
弱いな、ここ。狭い。カニ。あ、菜の花畑。6キロか。左折6キロは遠いな。踏切だ。あと8キロか、結構あるな。本当に日没ぴったりぐらいだな。今日の日暮れは17時46分か、早いな。日暮れちょい過ぎぐらいか。道が良くないな、ここは。この白線のところが盛り上がっちゃってて、ちょっとでもそっちの乗り上げると危ないです。あっと、道のデコボコひどいな、ここ。
ここは修復されてるな。赤みが差してきた。あれ、あれ自転車旅行者か。またピーチイチゴだ。オーストリッチのパニア人気あるな、やっぱり。多分キャンプ装備だ。追い抜けない、この道路状況じゃ並べない。溜まったら話しかけられるんですけどね。大丈夫か。こんにちは。あ、ロボさん。え、こんにちは。バルザツと言います。ロボさんに突出したくて函館から来ました。来ましたって。一度見てみたくてですね、ロボさん。ぜひ。そういうことなんですか。ここまで。そうなんですよ。いや、一回先週突出しようと思って、多分コミュニティの方にも書いたんですけど。あ、なんか掲示板に書いてあったんでしたっけ。あ、すみません、ちらっと見ただけで。12校の方まで行ったんですけど、ちょっと入れ違いで、無理だと思って。あ、12校のあたりって大雨じゃないですか。で、それで一回突出したくて、ぜひ本格的な装備を見たいなと思ってですね。いや、でもそんな変わんないじゃないですか。いやー、そんなことないですね。それキャンプ装備ですよね。真似しましょう。とりあえずロボさんの場合、パディアバッグ、これ使ってました。それ今さっきこれで今ビデオの方だけなんですけど、映しながら、あのパニアやっぱ人気あるなとか言ってたんですよ。マイクに向かって。そうです。ちょっと横浜の様子見てですけどね。いや、もしテント張る方はご一緒してもいいですか。じゃあ行きましょうか。はい、ぜひ。ちなみに、ロボさんと同い年。あ、そうなんですか。ご結婚は。バツイチです。あ、そうなんですか。で、今日どういう日程で走ってるんですか。ですね、今日はロボさんの日程が、もう横幅に来るって分かったんで、この走れる距離的には70ギリギリだったんですけど、青森の青森カンフェリーから降りて、そのまま進んでこう行って戻ってるところなんですか。今途中までもしかして綿入れ違ったのかなと思って。今ここ今出せてなかったんで、サーバーが死んで。そうなんです。この間も今ここで探してて、そう、今回今ここ障害多くて。本物なんですね。今本物を見て嬉しいですよね。本物って、でもなんかただの趣味でやってる人間ですけどね。いやすごいですよ。いや、でもキャンプ装備とか、そういう、あとは走れる距離とかだったらすごい人いっぱいいますからね。でもこう自分でこう実際、こうやって走ったのは初めてなんですけど。あ、初めてなんですか。パニア積んで、テント積んでっていうのは初めてなんですよ。これ普段は山ばかり走ってる。あ、なるほど。ラストそれこそ林道を走ったりするぐらい。ああ、じゃあ。一回、ロボさんとか、運動してみたいなと思って。で、急遽、
テントは、ね、1200円で調達して、ちょっとそういうのを見てみたい。じゃあ行きますか。ついていきますね。じゃああと7、あと6、7キロぐらいですね、ですね、道の駅まで。では、これで。すごいな、そこまで。そこまで見てみたい歌詞があるのかな、私は。あ、そっか。じゃあ、じゃあまだ泊まり合ったことはないってことですね。あの、テントで、自転車で、あの、泊まったってことはないですか。ああ。このテントも初テントです。なるほど。キャンプはあるんですけど。ええ。あ、そう、テントで、あの、テント全泊で、あ、猫だ、テント全泊で撮ってくれた人って一人だけいるんですけどね。あ、そうなんですか。あの、マロさんって前自転車やってた人がいて、おう、これですね、あの、新しいやつ。あ、そうです、雨バッチリですよ。あと意外と容量もあるんですけど、電車の中での持ち運びが大変です。そうですね、あのマウンテンバイクとあんまり違和感ないです。若干ハンドル高めなんですよ。そうですね、青森の方から来て、あー綺麗、あー、これは今日夕日綺麗だな。ええ、会社の人間も、ええ、一つ応援
してくれてるんで。え、そうなんですか。あの前回凸ダメだったってみんなに言うと。ちょっとツイッターで今このタイミングで書いておきましょうかね。今日は綺麗、すごいな。あっちに見えてるのが、あれは下北半島の方でいいんですよね。あ、あれが、あのソレ山が向こうにありますよね。レーダーサイトがちらっと見える。どうしたの、上まで行かれたんですか。ええ、あのまあレーダーサイトの方じゃなくて恐れ山まで行ったんですよ。恐れ山まで行きました。ええ、大丈夫ですね。あそこはなんか思ったよりイメージ通りでちょっとびっくりしました。わあ。地図上じゃあれだなと思うんですけど、実際走るその距離の凄さっていうと、ええ、体力すごいですね。あ、いやでも距離で言ったらもっとすごい人いるから。いやまあできるだけ疲れずにってとこですかね。あ、で顔は映ったら大丈夫ですか。じゃあこれどうしよう。まずは普通に写真撮っとこう。そう、じゃあこれで、せーの、ありがとうございます。で一応ツイッター用に。今日の夕日すごいですね。いいですね。なんか海の色がちょっとそのあたりが水色とピンク色に見える。これはこうしたらいいかな。で、こうして、いいですか。せーの、よし。あとこっちも。こっちかな。この辺りか。よいしょ。函館からでしたよね。あ、ちなみにお名前は、けど、あの放送中じゃ丸ザスにしてください。丸ザスです。丸ザス、丸ってあの普通の丸の丸、丸の丸、カタカナで丸、ひらがなで丸ですね。ひらがなで丸ザスさんなんですか。あ、わかりました。函館から今日は青森からってことですよね。そうですね、青森から、青果連絡船。慣れた丸雑誌さんに嫁いただきました。青函連絡船の、で、青森からだそうです。これは別設置でしよう。今日は一番の夕日。お待たせしました。これは道の駅じゃないですよね。これは食事の店かな。あ、そうだ、あっちも。よし、ロムさんのパワーショット2台目ですもんね。ねえ、あ、パワーショット S95 の前なんだったっけ。
そうですね、これ手ぶれしにくいんですよ、すごく。手ぶれ強いです、ええ、自転車乗ってるともう手ぶれがすごいんで、手ぶれ補正がついてるっていう方じゃなくて、シャッタースピード自体が速いっていう方が重要なので。70キロか。うわー、綺麗。もっと夕日じっくり撮りたいな、どっかで。中山だ。ああ、また道の凸凹がひどい。
消防団か。これは何かの祭りの準備かな。それしちゃ何にもその文字が書いてあるものがないな。ええ、ちょっとあの道の駅ちらっと見て、なんかまだ店が開いてたら少し買い物して、あ、そうなんですか。で、私は風呂の方で、もし許可されたら充電してこようと思ってて、そうなると20時ギリギリまで粘ります。え、あそこの保養センターみたいなとこですか。あの横浜温泉っていう、名前見てこなかったです。ああ、350円かなんかの。あ、そうです、そうです。ああ、道の駅の近くですよね。ああ、道の駅と看板見えた。あと2キロ。ああ、日が沈むか。もう完全に写真撮れないかな。最後にちょっと向こうの道入ってみるか。ちょっと夕日を見に。あ、ああ、鈍行っぽい音が言ってしまった。おお、ああ、もうこの辺でいいかな。ええ、これ多分もう少ししたら雲の方に、下の方あれ雲かな。いや、下まで晴れてるかな。うわあ、まん丸い。ミッド合ってるのかな。やった。これはもう少し明るくすれば実物に近いのかな。違うな。やっぱどうやってもあの太陽の色は出ないな。
一応日没まであと10分ぐらいあるはずなんですけど、ええ。あ、でも下の方がちょっと、ええ、ええ、いくらでも、私はもう、なんか肖像権とかフリーにしてるんで、ええ、なんかいろいろ来たな。ああ、かけてきた。なんか筋がかかってるのがかっこいいな。やった。ああ、消える消える。そうだ、GoPro は出せるか。ああ、消える消える。消えた。沈みましたね。この上の方は日が当たってますね。よし、満足しました。道の駅の方は こう行ってここからまっすぐ行って駅経由でもいいですね。こっちも狭いな。
商魂祭りって商魂の方なのか。あ、でもここもさっきの飾り付けされてる。ああ、なるほど。今日この辺り祭りかもしれないですね。この辺りお祭りがあるのかもしれないですね。今日か明日か。あ、でも充電してたら見られないかな。本線で充電もしてきてたら。駅の表がどっちだ。よいしょ。駅はあそこか。やった。あ、てててて、ええ、今回初めてです。初めてのこういう走りじゃないですね。あ、まあ GPS 見ながらやってます。あ、すごいですね。それでなかなか見れないですね。国土地理院の地図なんで細い道でも乗ってるんですよ。あ、でも駅の表側出るの失敗したかな。駅はすぐそ駅はすぐそこなんですけどね。あ、うん、大義そうに逃げるな。こっちが道の駅かな。あれ、ちらっと駅見ていこうと思ってるだけなんですけど、ええ、なんか全然近づかない。向こう側からだったか。僕はその姿を見てるので満足。こっち行ってで、こっち行って、うん、
っぱり駅の表がこっちじゃないのか。これが横浜駅か。結構大きな駅舎ありますね。この辺りから行きます？いいですか？ここで。いや、もうこれでいいです。はい、やった。よいしょ。ちょっとフレームがでかいせいで足つきが、若干でかいです。どうですか、旅する上では楽になりました？少しは。いや、全然変わってない感じですね。まあ、チタンですよね、でもね。そうそう、チタンの乗り味と違いなんて全然分かってないです。でも、まさかひび入るとは。そうですよね。考えちゃなかったんじゃないですかね。ちょっとびっくりしました。こっちから抜けられるかな。ないですね。あと道の駅は18時までやってたかな。あと14分だ。提灯が。八幡神社御祭礼だっけ、なんて読むんだったかな。でも今日って感じじゃないですね。全然音が聞こえないですね。こう明日なんか自転車の大会かなんかあるみたいですね。どこでですか？この辺りで。そこが横浜の道の駅だったところなんですよ。そうなんですか。それなんか自転車に行ってることは日本だけどね。今日ですか。ってことは近くにサイクリストが全泊してたりするんですかね。どうでしょうね。結構見ましたね。まあ野宿の人はあんまりないでしょうけどね。これまっすぐ行ったら道の駅ですね。じゃあ道の駅の売店が18時までやってたらなんか買い物できるかどうか探して、それから歩いてきます。目の前にローソンがあるな。これは便利。コンビニも風呂も近くにあるのか。これは道の駅止まりの人にとっちゃかなり条件いいから結構いそうだな。なんかムクドリかなんかうるさい。
軒先あるかな。なんか車がどんどん入ってきますね。今ちょうど近な。よいしょ。ちょっと売店やってるかな。じゃあ GoPro の録画はここまでします。やった。100キロ超えたかな。今日は超えなかったかな。すごいですね。久しぶりです。疲れてないですか。あ、いや多分風呂入ったら大丈夫だと思います、ね、今日は登りそんななかったんで、ね、じゃあ GoPro これで止めます。